はい、こんにちは、サウンドナインお茶の水店の店長です。今日はですね、一宮店の店長が、ある重大なミスをしたということで、急いで飛んできました。というわけで早速一宮店の店長をちょっと呼んでみたいと思います。どうぞ。あ、すごい、なんかへこんでますねすごいへこんでますね。ちょっとまだ僕は何があったかちょっと知らないんですけど、自分の口からちょっと言っていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、ピックを、うん、大量にご発注してしまいました。100枚取ろうとしたところを、うん、なんと1万枚1万枚本当に1万はやばいです。1万枚ってじゃあどのぐらいなんですか。じゃあちょっとこれを一回見てもらいましょう。はい、ギターケース1個分は、はい、この中に入ってんの、うん、そうです、この中にピック入ってます。見てみましょう。そうなんだ、1万枚ですね。じゃあ行きますよ、はい、行きますよ、はい、いいですか。1万枚せーの、ドンドンドン。うわこんなに100円だとしたら100万円ですよ。100万円ですこれ。なんか使い方考えましょう、まあ、使い方、何ができますかね。うん、まあ例えばせっかく、うん、あ、何ですか。例えばドン、はい、例えば、はい、まあせっかくなんでこのピックシャワー、ピックシャワー1万枚をピック浴びてみる。浴びる。うわー痛い痛い痛い。それとか結構おしゃれじゃんピックって。うん、おしゃれ。だから壁とかにザーって貼ってでもいいかも。終了、どうですかこの感じ。皆さんどうですか、視聴者の皆さん。すごいね、すごいね。何枚になったんだろうねこれは。何枚かな、分かんないけど結構大変でしたね。8時間もかかりましたよ、こんなことに。ピックどれだけ余りましたか。ピックはでもまだまだ、もう、あ、でもあとちょっと。まあまあ、でもだいぶ減りましたね。あ、いいですね。はい、一宮店長のご発注によりこんな仕打ちをなぜか僕がさせられた人。まあこんな感じで今日はちょっとお遊び動画みたいな感じで、撮りました。サウンドナインチャンネル、これいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。さよなら。